はい、だよ。ハマキン TV。人生やママ。ハマキン TV でーす。ちょっとコラボさせていただいて、コラボっていう言葉かっこいいんですけど。今日は。ホットモスさんの。違います。じゃーん。自分がですね、はい、YouTube をちょっとし見たときに知り合われて出てて、うん、地元でしてる人がいるんだと思って始めたきっかけにもなった店です、うん、はい、じゃん、はい、名前なし頑張んないで、怪しいね、怪しい暴力なお断りじゃん、はい、ちょっとノックしないですよ、普通ちょっとこのネタがひどいなじゃあこんにちは、山田ここ、しぶしのチャミヤコーヒーです。違うか。チャミヤカフェ。バーチャミヤ。バーチャミヤです。適当。超適当。失礼し、名前間違えて申し訳ない。しぶしの、バーチャミヤです。バーチャミヤです。着席。炭酸水うい炭酸水炭酸水なんすか。あの、結婚式のお花とか、はい、もういろいろあの、注文いただいたりとかして僕はいいかもしれないですけど、そちらのチャンネルで炎上はやめてくださいクリカンとしては、まあまあ、そちらの方が近いですからいろいろあるのです。いろいろあるそうです。そう、いろいろあるんですよ。いろいろあるんですよ。オーナーの海洋くんです。あ、どうもすみません。米本海洋と申します。チャンネルジャミアやってますんで、チャンネル登録よろしく。すげー、慣れてる。慣れてない。まあ言うても撮ってる俺もチャミアチャンネルなんですよ。まあいつも見てますチャミアチャンネル。あの地元のいろんな会話をしてる。楽しいですよ。チャミヤっていう名前の由来は、こっちの近所にあった駄菓子屋さんの愛称がチャミヤなんです。アジアンっぽいよね。いや、もう顔面で言ってますよね。いやいやいや、チャミヤバーは英語でチャミヤチャイニーズだもんね。そうですよ、ね、でもあのチャミヤだけで、ね、検索するとあのインドの音楽番組はよく出るんですよ。だからインド人で間違われたりとか。なるほど。僕自体が。笑ってるから。笑ってるから。あんま疑問なら怪獣が出てくるもんね。漫画の怪獣が。そうなんですね。伊勢海老とかね、ないよね、多分ね。どこにでも。あの、誕生日プレゼントでもあったんですよ。しぶしだけにね。そう。しぶしって港町なんですよ。サンフラワーが来るんですって。そこじゃないでしょ。海産物いっぱいありますね。海産物いっぱいで、あのなんだっけあれね、あのジャコとかね。あ、そうそう。シラス。シラス。チリメンジャコ。明太子。明太子違う。明太子ないです。明太子だけないです。キムチ味。コロナはね、やっぱりこう人少ないですもんね、今ね。でもそうですね、もうコロナのダメージはもうもろに受けちゃってますんで。はい。あ、でも。なんかエビみたいにさ、ビビッチこう V 字回復しますよ。一言ですけど。ね、そのなんか心ない言葉でなんかもう僕としてはね、ちょうど良かったっすよ。絶対ないですもんね。絶対はないですもんね。ないです。ハイグファイザーがビビビビって入ればさ。でもエビってほら、前に行かないじゃないですか。すでに後ろに行くんですか。頑張りましょう。俺からのバレンタイン。2月の14日、初めて男性からバレンタインと思われた。うちのだけで。ここどんな店なんですか、システムは。ですね、男性が3000円、女性が2000円で、平日3時間、週末は2時間半っていう飲み放題のプランです。はい、基本やってます。何リットル飲んでもいいですよ。なるほどね。飲めるもんなら言葉の回収がすっごくこうね、感想がすごい。メニューもありますから、そっくりですね。いや、全然、これ違う店のこれ、うちの向かいのサムギョプサル屋さんのテイクアウトメニューです。ぜひぜひ。あったんだ、こういうプランは。はい、書き直してるよ。
コロナの名前変えましょうか、今日は。ね、今日はね。何しますか、何しましょうか。コロナって何か言ったらダメなんですよ。よもぎ。よもぎ。めっちゃよくないそれ。いいね。よもぎのさ、せいでさ、って。いや、風がすごいですからね。よもぎの風がすごいですからね。アルコールは強いわ。炭酸水でしょ。これからもですね、チャイミアチャンネル、アマフィン TV、一生懸命してますので、これからもよろしくお願いします。まいちゃー。あーいた、アマキン TV。